NATO の追及もね、みんな分かってるだろうっていう話で、1000人の政治資金パーティーで、1000人の立食パーティーで、1000人分食事用意するパーティーなんか、あ、ないで、じゃ全員分かってるはずだもん、ね、分かってるはず、なんでそれを堂々と言うかな、だからこれを連日聞かされるとね、この追及してる野党の人たちって、バカなんじゃないかと。Blech!